仕事でもしよっかな。よし、今日はこのトラックだ。バッテリー上がってるし、最悪だ。こんにちは、Kファームです。今回はちょっと最初にトラクター乗ろうとしたらバッテリーが上がってしまってて、それでちょっと今回はこのジャンプスターターですね。これまあ去年1年前ほどに購入したんですけれども、ちょっと今回、まあ、これ改めてもう一回紹介しようと思って、この後、実際にトラクターエンジンかけていこうと思うんですけど、本当にこれすごくて、まあちょっと後ろ見ていくと、型式が型番ですね、L の1416の ITO の4万5000ですね。だバッテリー容量が4万5000ミリアンペアもあって、ものすごいんですよねこれ。で今Amazon で見たら最新のが、まあ、ちょっと容量は4万2000になってたんですけど、何より僕これ購入したのが3万3000円で購入したんですよね去年。それが見たら3万切ってて2万9000円ぐらいになってて、それでいやこれお得だよなと思って、ちょっと今回それで紹介したいなと思って、でこれまあそのまま下見ていくとスタート電流ですね、まあ、これ 12V。 なんで紹介したいかというと、やっぱ農業とか、まあ、トラックの運転手とかの人見てると思うんですけれども、やっぱり 12V とか結構 12V 専用 のジャンプスターターとか結構売ってるんですけど、これこっちにも書いてますね、 12V と 24V どっちにもいけるんですよ、まあ、ここにもこれボタンに書いてあって、それがすごい良くて、でも、もうトラックでもどっちでもいいですよっていう感じですね。で、まあ、そのままピーク電流が 12V と 24V 両方 1500A ですね。で、まあ、入力はまあこれ充電ですね、こっちで見た方が分かりやすいですね。充電はこの Android の充電する端子なんですよね、携帯とかの。だからこれが最新の Type-C になってて、多分結構どんなものにも Type-C って使えるようになってるから、今の方がすごい効率、都合いいと思うんですね皆さん。だからちょっとこれ、まあ、たまに不便な時あるんで充電は、まあ、今は 99% ほぼ満充電ですね。でこれ USB のやつもあるんで、まあ、携帯充電したり、まあ、いろんなもの充電したりできますよね、まあ、2つもあるんで十分だと思いますね。まあ、後ろもそういう感じで書いてあって、で、まあ、これ警告一応書いてあるんですけど、まあ、40以下になったら、ジャンプスタートしないでください。まあでも充電結構頻繁にしなくても、何回だろう、5回10回使ってもなかなか半分切ることないんで、 50% 以上保ってたんで、まあ、問題ないと思いますね。これジャンプスタータークランプをプラスマイナス接触しないでください。まあそれはまあしょうがない、当たり前ですね。3秒以上セルを長回ししないようにっていうことなんですね。で連続して使用するときは本体を60秒以上休ませてから、やっぱりちょっと熱持つのかもしれないですね。僕はこれほとんど1回か2回で、たまにこの挟み方が悪くてうまく回らない時があるんで、まあそれで2回ぐらいやれば全然かかるんで問題ないかと思いますね。で3回以上やったらエンジンスタートしない時は中止してくださいって書いてますね、まあ、あとはぶつけたり叩いたりはしないでくださいっていう、まあ普通のことなんですけど、こっち見て、これが電源ですね、まあ、ちょっと押してみますか。まあ、したらバッテリーって書いてあって、USB の1と2オンですね、まあ、ここからもう出る電気が流れてるってことだと思います。でこれはライトですね。これちなみにもう本当キャンプとかやる人だったら本当にこれあればだいぶ
あの容量も大きいんでいろんなもの充電できたり電気使えると思いますね。で後ろこれ1回押したらライトって書いてますね。こうやってここが光るんですよね。で2回押したらこれ変わるはずですね。あ、点滅ですね。で3回押したらゆっくり点滅で4回押したら終わりですね。で本題はジャンプスタートだと思うんで、まあざっくりやり方を言うと、端子をつなげ、まあマイナスからなんですけど、マイナスをあのターミナルにつなげてプラスをつなげたら、 12V のトラクターなら 12V を長押ししたらスタートって出るんで、エンジンを、セルを回してスタートですね。まあ 24V だったら同じようにそれをやるって感じですね。でこれ最初に言えばよかったんですけども、これ何がいいかって、結局今まではあの高速充電っていうんですかね、それでやってたんですよね。バッテリー上がった時とかはそれだと、あのコンセントはいるしものすごいでっかいんですよ、まあ、これ今のあのコンテナに載せてるんですけど、まあ、コンテナよりはあの小さいんですけど、ちょっと測ってみますか。はい、それではこれで実際の重りを測っていきたいと思います。ここでいいかな、よいしょ、じゃだん、吸ってる重さが、あ、こうですね、 2.2 キロですね。うん、めちゃくちゃ軽い2キロなんでめっちゃ軽いですね。でこれ測ったら 2.2 キロぐらいだと思うんですけど、前使ってた古いタイプはもうコンセントはあるし、もう重さがこれ多分あの画像貼ってると思うんですけど結構重いんですよね。何キロだろう、ある10キロぐらいあるのかな。それがもう持ち運びも大変だし、もうこれだったらあのもう何だろう、あのトラクターに乗しといてもいいし、キャンプ好きの人とかだったら本当に車に乗しといても十分ですよね。これうち買ってからもうだいぶ愛用してますね。そういうことで、ちょっとそれではもう実践あるのみっていうことで見てみますか。実際にやって撮ってみたいと思います。一回かけてみます。はい、それではちょっと、まあ、さっきあの最初のあの画面であのかけてたと思うんですけれども、一回ちょっともう一回かけてみますか。これ電気はつくんですけど、やっぱりかかんないですね。うん、こういうことなんですよね。ちょっとそれではかけてみたいと思います。はい、それではこんな感じですかね。まあ外して、ここ外して、後ろまあ40センチぐらいですかね、この長さは。これこんな感じでだらって刺して、あ、いいですね。はい、マイナスからこっちですね。はい、つけます。はい、プラスをつけます。マイナスもしっかりつけといてですね。よし、はい、したらこうやって見えないかな、あ、これジャンプスタートレディーって出ましたね。したらあとは引いててもらったらカチってなるんで、したらエンジンかけます。はい、今鳴りましたね。それではこれでエンジンのキーを回したらかかるはず。そしたら、まあ、同じプラスから取ってマイナスを取るって感じですね。ちょっとエンジン切ります。はい、
こんな感じでかかるんですよね、ちゃんと。まあ今、まあ、ちょっとやっても、あ、見えますかね、はい、96% ですね。もうほぼ減ってないので問題ないですね。あ、ちなみにこれもう一回やったらかかるんじゃないかと思うかもしれないんですけど、本当にかかんないですよ。見ててくださいね。はい、これもかけますね。うん、こんな感じなんですよ。やっぱジャンプスタートすごいんですよね。はい、やっぱこのジャンプスタートは価値あると思うんで、まあ一つは持ってる価値あるのかなって気がしますね。で、今ただ今なんですけど、アマゾンセールがやってて結構安くなってるんで、ぜひ、あの、もう僕は3万3000円で買っちゃったんで、まあどうしようもないんですけど、皆さんもっとお得に買えると思うんで、よかったらぜひ、概要欄に URL 貼ってるんで、ぜひ、まあ詳しいことも書いてあると思うんで、よかったらそこから見て購入して、皆さんで、大変な農業を楽にできるようにやっていきたいと思うんで、それではこの辺で終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。それでは失礼します。